オコジョは、ネコもイタチカに属する動物である。別名、ヤマイタチ、クダギツゲ、エゾイタチ。イギリスを含むヨーロッパ中北部、アジア中北部、北米に生息している。また、移入されたオコジョがニュージーランドに生息している。体長は、オスで1633センチメートル。体重は150-320グラム程度。イタチカは一般に、胴長短足であるが、 お子女の後ろ足は比較的長く、これによる強力な跳躍力を有している。目から鼻にかけての糞が短く、イタチかにしては丸顔をしている。耳も丸い。一年に二回回気をし、夏は背足が茶色で腹足が白い。冬は全身が白になる。尾の先は黒い。気象が荒く、野ネズミなどを食べるほか、自分の体よりも、 大ギーのウサギやライチョウは捕食することがある。単独で生活し、岩や受根の隙間に映をしたり、ネズミの巣穴を乗っ取って自分のものにすることもある。他のイタチカと同様、お古女には着床遅延という現象があることが知られている。交尾後、受精卵は長期間にわたり、発生を休止し、妊娠、出産に適した暖かい季節になって、初めて子宮壁に着床する。 妊娠期間は1ヶ月程度である。動きは極めて敏捷で、木登りや泳ぎなども得意。本土古城古城は三は35以上の亜種に分類される。一般に哺乳類は寒い地方ほど大型化する傾向があり、ベルクマンの法則として知られているが、おこじでは北方に生息するものほど小型化する傾向がある。このため、ロシアなど北方に分布するおこじは、 今後別種として分類される可能性もある。代表的な足を以下に記す。日本には2種が生息する。本堂古女 ME 日本キャブレラ、1913、青森県から本州中部にかけて生息する。尾の先の黒い部分がお長の1、3程度と小さいことが特徴である。エゾー古女 ME、ウリアンタリスオグネフ、1928、北海道。 ロシア極東に生息する。本土古城に比べ、一回り大きい。東シベリアの ME カネイイベアード1857のシノニムとする説もある。おこじょマステラアーミニアリーストコンサーニア州本土古城マステラアーミニア日本純絶滅危惧種エゾー古城マステラアーミニアウリアンタリス純絶滅危惧種。マステラアーミニアファーガニーワシントン条約付属書。 スリーアーミンをあしらったドレスを着たマリア・テレジアの肖像おじ女の毛皮は街灯やストールの縁取り用に沈重され特に純白の冬毛が好まれたイギリス英語では冬毛のおじ女の実をアーミンと呼んで区別するヨーロッパではアーミンは王族の象徴とされた中世の王公貴族はこの冬毛のおじ女の毛皮をいくつも並べて一枚に縫わせそれを ガウンの裏地などに好んで用いた。王族や貴族の肖像画やトランプのクイーンやキングの絵札で黒い点のある白い円のある服を見かけるが、イギリス貴族院議員の清掃の上着にもアーミンがあしらわれているが、現在は人工毛皮が,が使用される。アーミンは西洋の紋章学で毛皮模様を表すティンクチャーの一つともなっている。 14世紀前半に熊夢章によって書かれたと思われる大都の知史、石津市において銀熱に関する記事中にアイヌと野人女子との間で沈黙交易でおじ女の毛皮が取引されていたことが記述されている。ルネサンス期には冬家のおじ女は純白の毛皮を汚されるよりも死を選ぶと信じられたため純潔の象徴ともされた。群馬県、長野県、 山梨県の一部では、お古女は山の神十二王の使いであり、人にたたったりついたりすると伝えられる。地域によっては、お先やくだの正体とされる。ありがとうございます。